ヤッホー、ジンだ。ということでですね、車に乗ってるんですけども、これからなんとですね、ある場所に向かっているんですけど、そこのある場所はですね、あやの浅井屋さん行きたいなということで、営業終了後にね、ちらっとだけお邪魔させてくれるので、今から向かっております。もともとね、動画とかでもすごい浅井を食べてて、まあ、浅井好き好きっていう風な言ってるイメージはあったんですけども、化粧品とかも出しててさ、いろいろやってんなと思ったけど、まさかの浅井屋さんを出すとまではね、驚きましたね。思わなくて驚きました。それがどうやら原宿にあるということで、すごいね、また店舗もすごいとこ。今回私どんなもんなのかなということで行きたいと思います。1万円企画とかやろうかなと思ったんだけども、今物がいっぱいすぎて、ちょうど食後のデザートで浅井をちょっと食べるくらいのテンション感で向かってます。今、いやでもかなり楽しみですね。なんかどうやら完全予約制らしくてですね、あやに連絡してお邪魔できないですかっていう風にしたら、いいよーって感じだったんで、行きたいと思います。いろんな種類とかがあって、なんかいや俺もね、アサイすごい気になってて、体にいいものなん でちょうどこの前別のアサイ企画をやってまして撮ってたんですけども、やっぱアサイすごいね、さっぱりしてるんですよね。フルーツとか入ったりだとか、まあ、あとまあヨーグルトとアサイジュースなんで、なんですごいね美味しいんですよ。俺すごいめっちゃ好きアサイ。まあ、自分でこう手探りで食べて美味しかったから、でもあやのお店でちゃんとしたやつってなったら、もうさらに美味しいんじゃないかなと、そこは楽しみにしてですね。ドリンクとかもあるらしいんで、なんかどんなメニューがあるのかちょっと調べに行きたいなと思ってる所存です。まあまあまあ、これでね、なんか店舗とか見てね、すごいおしゃれそうなんで、黄色と青をイメージしたお店なんで、すごいワクワクしてるんですけど、俺の記憶だと多分3日前か2日前とかに、あやのお店って撮影行けんのって俺あやに LINE したのね。あ、てかもうそもそも朝やりますよって SNS で告知してた時に、あやに、すごいねみたいな、ちょっといつか遊び来たいわみたいな言ってて、全然いつでも来てくださいみたいな感じで言ってたから、2日3日くらい前に、ちなみに近々で行ける日あるっていう風に言ったら、今日、まあ、営業終了後だったら18時から行けますよみたいな言ってくれて、あ、OK と思って、で、まあ、そこから連絡取ってなくて、で、いざ今日改めてちょっと LINE 確認しようと思って LINE 見たら、あやとの LINE のトークの履歴が消えてんの。しかも俺も送った記憶あるから、絶対俺のもあるはずじゃん。向こうが送信取り消ししたとしても、送信取り消しましたって出るし、で、俺もそもそもこっちで送ってるから消えるなんてことないはずなのに、なぜか知んないけど履歴がないの。怖くない？で、確かにインスタの DM で一番最初 SNS で見た時に、行きたいわみたいな会話はしてたのよ。その会話残ってんだけど、それから LINE に移行したのよ、俺の記憶で言うとね。でも LINE に移行してからメッセージがないのよ。だからもしかしたら俺夢なのかなみたいな。あやのお店行くって約束したのあれ夢だったのかなとか思いつつ、まだふわふわしてて、いるかどうかまだちょっと確定では分かってないんですけども、一番最悪のパターンはだから今から行ってあやもいなくて店も閉まってて、勝手に撮影来ちゃってるわジンさんみたいな。最悪だからドキドキですよ。どうなのか、実際入れるのかとかね、不安ではあるんですけど、向かっていきたいなと思います。めちゃくちゃ原宿やん、めちゃくちゃ原宿にあるやん、すごいな。なんかふにふに変な音する。何？こっち？え？変なムニムニする音する。こんなところにあるのすごいね。だって、あ、これ原竹下通りですからね。原竹下通りですからね。俺今竹下通り行って気づかれるのかな？さすがに気づかれてほしいですが、行きますか。すごい。ということで見つけました。これ。あ、危ない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 。びっくりした。危ない。これ。動画で見てたやつね。アイラブアサイ。これ光ってるやつ、純平さんがすっごい手ぶれしながら手持ちカメラで持ってた。アイラブアサイですね。東京ガールズコレクションの TGC ですね。だよね、東京ガールズ TGC だね。でダイヤコーポレーションね、 DC ね。ちょっとあのもう今日17時で閉まってるらしいんで、ちょっとああ開いた開いた開いた、すいません、すいません、お願いします、お願いします、お願いします。すごい可愛らしいベア、ベアすいません気取っちゃって。店員さんですよね。よろしくお願いします、よろしくお願いします。ということで、あやを待っていきたいと思います。ということで、あやさんです。イエーイ、こんにちは。オーナーだオーナーだよ、プロデューサーだ。はい、いや、すごい、お邪魔しますわ。嬉しい、来てくれて。すごい、すごいね。本当にびっくりしたのが、
すっごい原宿なんです。すごい原宿、めちゃくちゃ原宿にあるやん。そう、来やすい場所でね、はい、いやいや、だからその一番最初に、まあ、インスタで見た時に、うん、お、行きたいと思って連絡したもん。嬉しい。え、でも俺さ、今日マジで怖かったんだけどさ、インスタで見つけて、うん、あ、行きたいねみたいな話してて、うん、で、ぜひ来てくださいみたいな言ってたじゃん、うんうん、で、その後にいつ行くかみたいな感じの話を俺はしたと思ってたんだけど、うん、今日改めて言い返したら、なくてその免疫が、うん、え、したよね。します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 。なんでないんだろう。え、あれなんじゃない、なんか女。違う。女の関係ないから。女に見つかるから。俺ラインとある。ありますよ、ありますよ。え、俺のもライン。明後日いい。え、そう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 。明後日とかあやなさん行けないよねって。え、これが最後なんだけど俺。え、だからさ。怪しい。いやいや、トーク決定じゃない。怪しい。決す必要ないし。ね、いやだから俺さ、夢なのかなと思って。だとしたらめっちゃ怖いなって。いやでもちゃんとね、うん、今日ですよね。よかった。いやよかったわ。いやいや。でもオープンしたあと1週間。1週間ぐらいですね。いやもうじゃあもうさっきやん。さっきじゃんできた。そうそう、さっきできた。初日とか顔出したりとかしてた。いや、普通にプレオープンの時だけ。プレオープンか。そうだそうだ。あとは普通にプライベートで営業終わりとか、みんな働いてる子は友達なんで。働いてる人。友達。友達だからプライベートで。へぇ、そう、遊びに来て、喋って帰る。あ、できました、できました。うわ、すごい、来た。そうそう、これだ。これ、何野菜？あや野菜。あや野菜ね。野菜ってやっぱ、あさ、あ、浅い？浅い？浅い？浅い。俺さっきインドネシア間違えてめっちゃ笑われたんだよな。浅いね。食べましょう。イエーイ、いただきます。いただきます。いただきます。美味しい。うわ、喋った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 。いきます、せーの。わー、イエーイ。いただきます。いただきます。野菜とか食べたことあります？いや、ほぼなくて、なんか好きだなと思ってたの。うん、好きそうだな。好きだな食べたことないから好きそうだなと思ってたんだけど、自分で作ったことしかない。あ、自分で作ったことあるんだ、逆に。逆に。わー、すごい。いただきます。俺が作ったの全然違う。よかった。めっちゃうまい。え、嬉しい。朝いシャーベットに。朝いいね。おじさんみたいな。朝いい。もう美味しい。いろんなの入ってる。うん、あやめっちゃ好きだったもんね。うん、めっちゃ好きで。でも好きなのすごい知ってたの、動画撮ってて、まさか店出すとは思わなかった。びっくりした。結構前から動いてたんだけど。うん、こうなんか動いてました。うん、すごい。自分で考えました、全部。はい、そうね。そう、可愛くないですか？うん、可愛いな。変な。プロデューサーなの、立ち位置的には。こんな感じ。え、そんな感じだよね。すごい。いろいろやってるもんな。でもさ、お店やろうとまでは思わなかった、今。本当ですか？うん。すごいね、そこからお店に繋がるの。へぇ。え、もう結構前に喋ってんの、これは。え、もう前に喋ってます、本当に。へぇ、すごい。めっちゃ来てんな、じゃあ。どうする？営業中は来ないの？営業中は来ないですね。終わった後にさっきもなんか店員さんにテープ。そう、友達だから。友達は誕生日だったんで。へえ、めっちゃいいやん、店員さんとも仲良くして。うん、え、何人くらいいるの？10人ちょっと。でもいつさ、そんなの作ってる、もう合間を縫って作ってたってことでしょ。はい。そんな好きなかったもん。近くで見ててそんな好きなかったもん。嫌だった。そんな近くにない。久々だって CDA で久々くらい。CDA で最初に会ったね。あとリハーサルとかで。そう。それ以外全然会ってないから。それは見えない。CDA も完成すごかったな。アリアのところも。もう2人目もすごかった。うん、本当。うん。嬉しい、なんか。やっぱ、さすが、アーティストだなって。なんかもう、あやの出てきたラーメン出てきたところがもう、すごかった。え、本当ですか？別人だった。嬉しい、これた？いや、全く。なんでよ。イエス。逆に大丈夫？スカイフェイスのライブでちょっとなんか、あれ、ちんたんちょっといい顔ないみたいな。大丈夫、その場合ちょっとなんかね。そういうのないですよね、あって。本当。え、なんでどうした？CDFOR も浅井の友達が見に来てくれて、うん、スカイピースのその感謝感謝の歌が、うん、もう
ハマっちゃって。えー、何ですか。買います。もう買います。感謝です。ホンダグテ。あ、そうなんだ。ねえ、ってなの。ドハマりすぎて、ドハマりすぎて、今日クレーシャーに行った時、うん、2人で、え、ちょっと待って。え、マジで。え、す超楽しかったです。マジっすか。え、アイラと同い年ですか。あ、そうです。すごいね。めっちゃ盛り上がったよね。めっちゃ盛り上がったね。すごかったよね。あ、よかった。ずっと歌ってた。あ、ほんとっすか。めっちゃ不安だったんですよね。俺ら大丈夫かなっていうので。いや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 、よかった。さすが、さすがって感じ。トリコにしてたってこと。うん。目すごい。目すごい。CD もすごかった。だって3日前とかでしょ。うん、楽しかったよね。ね、めちゃめちゃ楽しかった、うん、なんかみんなさ、知り合いの人がさ、ステージ出てるのがなんか嬉しい。うん、ね、まあ、エスコとかもクエラとかも、うんうんうん、そうだし、みんな友達なのすごいですよね。だよね。うん、東京でどうも出てるステージみんな友達なんだよ。うん、すごい。え、友達だよね。友達、友達。うん、友達友達だよね。うん、なんかやっぱ俺29なんだよ、うん、まあでも28か、うん、今年9なんだけど、うん、そうなった時にあやとかもだって22、23、次24です。次24か、うん、だから、うん、友達っていいかな。いや、友達でしょ。いや、めちゃめちゃ熱いやつ。友達でしょ。食い気味ね。あ、嬉しい。それはだって20まだ8ですよね。28です。全然仲いいじゃないですか。え、誰が友達じゃないの。言えるか。でも、ヒカキンさんとか友達とは言えないから。うん、友達じゃない、それは。なんだろう、なんだろう。先輩、先輩でもない、なんていうの、芸能人って感じ、私からしたら。わかるわかる。え、コラボしたことあるよ。コラボないです。あれ、ない。でも、お会いしたことあるけど、本当にマジで芸能人ただの。そうだよね。だから、会ってる回数とかなのかな。うん、水溜りさんとか、あんま会ったことないね。うん、水溜りさんとか、うん、先輩って感じ。先輩って感じか。え、それでスカイプス友達入れになってる。友達友達。マジマジ。ジンタなんで特に友達。あ、本当？だって飲んだりとかしてるし。いや、そうだよね。だってあの CDF のエンジン絶対間入る。トワとアヤが大体いつも一緒にいるから、もうなんかじゃあ一回バラついてみんなエンジン組もうみたいな時は俺はもうすぐそこ行く。ジンタのこと大好きだから。嬉しい。マジで。いやね。え、めっちゃ好きだよ。ジンタが思ってる以上に。何それ。マジ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 。あ、そうなの。周りのその、うん、高校の友達とかにもなんかジンタマジでおもろいんだよねっていうのはマジで言う。ええー。まあ、嬉しいわ。本当になんかツボツボなの、あやの。ツボなんだ。うん。ツボで入れてるんだ。嬉しいな。でも緊張しいだからさ、すごい、うん、なんかドキドキしたい。ドキドキしちゃってキモい感じとかも大好きやね。ちゃんとキモい時とかあるじゃん、うん、それは本当に好き。まあ、トーバに関しては多分俺のこと好きやしな。でも横割りの時にさ、ジンちゃんマジかっこいいみたいになってたのにさ、うん、コラボの時あったらさ、うん、もう伝わった。確かに、あの横割りの時はトーバがずっともうやばい、ジンちゃん推し、やばい。そういう人にグーグー行くからな。聞いたんだろうな。ありがとうぐらいで終わる。ありがとうぐらいがいいんだろうね。俺は、俺も終わる。俺も終わる。ジュジュジュみたいな。虫やん。ね、だからそれとはも行きづらいんだろうな。来られると違うんだろうね。いや、今お笑いが成立しなくなってきた。ガチになる。ガチになる。それちょっと違うわね。え、ジータどうなんですか、最近その。え？怖いね。いやいや、僕はもうあれですよ、プライベートの方。え、なんか最近だって飲んでもなくない。なんかあやたちも飲んでないし、全然。うん、何してんすか最近。最近なんだろうね。でも友達と飲んでるんですよ。へえ。昨日とかもジンダハウスを手伝ってくれてるスタッフメンバーだけで、うんうん、ご飯行ったりとか、うん、あとマータスと仲良くか。韓国行ってましたもんね。あ、そう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 、マータスと韓国旅行行ったりしてて、いいなぁ、超楽しいね。てかマータスまで親友。うん、東京来たらもう絶対遊びたい。へぇ、でも最近そうだよね、酒みたいなのあんまないか。うん、ジンタはなんか飲みのその情報みたいなの入ってこない。ジンタと飲んだみたいな情報はタイミングはなかったのか。でもなんかね、あんま飲みに行かなくなるとさ、誘われないムーブにもなって。ああ、確かに確かに確かに、うん、だから無事ばっかかもしれない。あれどうしたら女の子、女の子。え？わかりやすかった。わかりやすいのよ。いやいや。え、女の子
キューピとかはでもまあちょいちょいいますよ。ちゃんといるんだ。え、ジンタって恋愛体質でしたっけ？そんなことない。うん、そんなことない。え、でもキニピとかはさ。キニピ。え、何？28歳が。キニピとかも。スキップは好きな人じゃん。うんうん。え、キニピは気になる人じゃん。うんうん。え、キニピって何人いてもいいの？キニピは。キニピは何人でも。上限とか。上限ないない。ない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 。キニピ多いか。あ、いっぱい、その可愛い子とかはね。スキミまで行くってなるとあんまかもしれない。俺あんま没入しないタイプなんで、まあ、恋愛したとしても自分の中が 100% でできてるとしたらなんかその30、30、30くらいで恋愛40くらいかなくらい。ちゃんとパーセンテージに収まるんです。うん。え、でもどうなの、女の子って割と。いや、女の子確かに詰まっちゃう子が多いから。え、マジで。え、50以上やっぱりあれ。いや、あれはあんまりいかないけど他の子とかやっぱ好きになるとそうなっちゃう子が多いかも。だからさ、好きな人で自分のメンタル決まるの。うん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 。なんか恋愛で左右される子多いかもしれない、女の子は。恋愛左右か。わ、されたくねえ俺。俺もされたくない。そうだよね、うん、めんどくない。めんどい。いや、まあ、楽しい時は楽しいんだろうけど、うん、忘れてました。ありがとうございます。完食、嬉しい。結構ボリュームある。結構お腹いっぱいになりますよね。お腹いっぱいになる。それ夜ご飯とかにしたら結構なるし、痩せる。うん。え、アサイってあれ。アサイね。アサイ。アサイね。なんか俺が作った時はアサイのジュースを入れただけなの。うん、アサイのジュースとヨーグルトの。なんかそれをあれなんだ、スムージーというかミキサーにかけるっていう感じが。そう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 。なかなか。うん、結構アサイって大変なんか作るの。癖って結構ねあるよ、うん。時間だったらねすぐ溶けちゃう。そう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 。うん、あ、今日元の子でも来るつもりで。あ、そう、今日元々、うん、その誕生日だったから、うん、優しい。今店員さんというの友達が誕生日だからあのオリジナルケーキを持ってきてたんでしょ、うん、そう、それでしょ、今日の来る。そう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 、すごいね。あ、でもあとは浅い食べたいっていうのもある。あ、シンプルにね。シンプルに。へえ。本当仕事終わりとか来て食べたりとか。え、もう無料なの。当たり前。それはもちろん当たり前に。あ、そうかよ、無料なんで。うわ、すごいわ、じゃあ全然無料で。いいですか。はい。え、じゃあ俺が来た時は無料で出してくれる。あ、全然出しますよ。あ、食べたいって言ったら全然。うわ、すごいね。スカイピースとかでも来たいな。え、来てください、ぜひぜひ。なんか1万円客とか。うん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 。来てください、全然プライベートでも食べたかった、食べたかったらいつでも連絡して。え、なんか、あ、そうだよね、予約制なんだ、普通は。うん。完食予約制に立ち寄るみたいな。うんうんうん。いや、でもそういうことしちゃうよ。え、全然しちゃうよ。しちゃうよ。いや、俺まず行くのよ、なんか友達がポップアップとかしてたらもうすぐ行くし。え、来てください。でもジェンタン結構体に気使ってる系ですもんね。そうなんですよね、意外と結構ね、気使ってたからするんで、ね、朝焼きはそう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 、朝焼きは結構気になってました。うん、ぜひぜひ。他のフードとかってさ、なんか流行ってるのありますか。じゃ知っておきたくて。アイムドーナツか。アイムドーナツ、何それ。アイムドーナツは結構前、結構前。焼きポンデリングと違うの。あ、違う。アイムドーナツは、アイムドーナツめっちゃ美味しいですよ、しかも。え、超美味しい。店名なの。そう、アイムドーナツっていう。原宿とかもある。そう、私が今アセのポップアップやってるんですけど、そこの隣であるんですけど、原宿のほんとここの近く。へえ。もう毎日行列、1時間待ちとか。マジで。1年ぐらい。1年くらい、マジで1年間ずっと行列できて、ずっと行列。すごいね。へえ、ドーナツ屋さんなんだ、すごい。え、それさ、お仕事してさ、どうやって今来てんなっての分かるわけ。 TikTok とかじゃないの。 TikTok のおすすめさ、フリースタイルバトルしか出てない。男好き。あとグリークヨーグルトも、最近グリークヨーグルトうちでも置いてる。え、グリークヨーグルト食べていいの。食べていいし。うそ。グリークヨーグルトも韓国で流行ってて、最近やっと日本にもちょこちょこ出てきた。グリークヨーグルト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 。おー、そう、なんかヨーグルトを水切りしてもっさりしたのヨーグルトなんですけど。へえ。それも流行ってる。チーズ的な感じなの。あ、まあ、さあ、確かに。うん。うん。もう置いてるんだ。はい。それも結構体にいいって言われて、タンパク質が結構多く取れるんですよ。はいはいはい。ヨーグルトを切って、タンパク質多く取れるから体にいいって言われて。取り入れています。はい。え、これは本当家でも作れる。ヨーグルト、普通の
水切りってどうやの？なんか本当布みたいなキッチンペーパーとかに逆さまにして水切って2、3日置いたらもうできるから。あ、そう。家でも簡単に作れます。すごいわ、そのトレンドというか流行り。さすがにね。うわ、いやでも結構私も頑張ってますよ。あ、もう頑張ってる。頑張ってます、頑張ってます。その若者の中心みたいな感じで言われちゃうから、うん、最先端みたいな。そうだよね。そう言われがちだから、最近何流行ってるのとかめっちゃ言われるんですよ、大人に。やっぱりちゃんと知っとくようにしてます。私やっぱその流行りというか、ん、そう、そのツイッターとかでももう頑張ってます。私もやっぱ頑張るよね。頑張る。そうだよね。うん、その23、4とかになると頑張らないか分かんなくなって。そう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 、頑張んないと分かんない。分かんないよね、マジで。だってあやも気づいたらなんかの筋トレばっかとかになっちゃうから。そうだよね、そうだよね。そうそう、だから学生とかだったらもしかしたらさ、うん、学校っていうのがあったりするから。はい、うわ、ありがとうございます。お、キウイだ。すごい。グリークヨーグルト。何それ？ピンピンと。ピンとね。あ、これね。あ、確かに確かに。初だわ、人生で。これ多くないでしょ？そう。すごい。うちのやつは結構食べやすいです、うん、韓国とか結構いろんなとこ食べに行ったんですけど、ね、それこそここ出す前に、うん、ちゃんと勉強しようと思っていろんなとこ食べに行ったんですけど、結構もさってて、もう口の中パッサパサみたいな感じが多くて、それがあんまり好きじゃなくて、うん、苦手で、うんうんうん、もっさもさではないくらい。そう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 、ちょうどいいやん、前取ってるの。そうそうそう、だからそれがあんま好きじゃなかったから、うん、あんまりもさつかずに、ちょっと生クリームに近い、本当は、うん、甘くないんですよ。蜂蜜を上に上からかけて食べるみたいな感じなんですけど、それもあんまり好きじゃなかったんで。全然好きじゃないじゃん。言おうやろうと思ったわ。そんな。そう。これだったらなんか食べやすいし、いいかも。食べやすいですよね。韓国のやつは結構本当ガチガチのもっさり感が。もうそれが好きな人もいるんですけど。美味しく食べれる。うん、美味しく食べれる。まあいろいろ試作とかしたんだろうな。何だろうな、うん、なんか前回のやりたいこととかないんですか？お店とかもそうだし。いっぱいあるいっぱいある。何やってんの？最近思ったのは、うん、マジで全然違う話なんだけど、うん、介護施設。もう開きたい。いいじゃないですか。めちゃめちゃ違うあれだけど、うん、これもともと専門学校福祉の専門学校で、うんうん、でそこで介護福祉士っていう国家資格取ってるの、うん、はい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 。でしかもあのおじいちゃんおばあちゃんがすごい好きだし、うんうん、まあ、年上に俺すごいリスペクトあるから、うんうん、っていうのでその人たちが暮らせる施設を作る。めっちゃいい。超いいと思う。いつかね、作ってみたいな。前も将来入りたいし。ぜひ入ってください。ぜひ入らせて。ぜひ入ってください、本当に。めっちゃいいじゃないですか。超いいやつ。超いいやつ。超いいやつじゃん。素敵だと思う。そうね、なんかさ、すごいやっぱり住むところが幸せだったら嬉しいじゃん。確かに確かに。施設がね、確かに。施設ってすごいなんか忙しかったりするから、なんか一人一人にちゃんと向き合えないところがあったりするから、うん、そこをちゃんと向き合えるような施設を作りたい。いいじゃない。いや、ぜひとも、うん、叶えてほしい。と、メンズコンカで。いいじゃん。超いいじゃん。メンズコンガで作ってみたい。いいいいいい、イケメンで、うん、そう、イケメンでなんかそのコンセプトを作って、うん、で、なんか楽しく入れるみたいな。だからなんかプロデュースするの向いてそう、そういう、うん、なんかアイドルとかもそうだし。そうそう、ワクワクする。うん、なんか向いてそう。超いいじゃん、行きたいし。行きてよ。そういうの行ったことないですね、なんかチェキ撮るとか。ないですか。そう、楽しいよ。そう、やってみたい。なんか推し活みたいなことをしたことがなくて。あ、はい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 。そう、人生において。なるほど、うちならぜひ。うちで推しを。推しを見つけてね。韓国の K-POP なんかもうないし、それこそその日本のアイドルとかも確かにイメージないかも。ほんと小さい時から、小学校の時から一度もない。マジで。女の子はあるけど、AKB のやつとか、今だったらブラックピンクとか韓国アイドルが好きとかはあるけど、男の人は。じゃあ女の子にちゃんと憧れを抱く感じであるけど、うん、男にないんだ。ない。でもイケメンは本当に好き。誰よりも好き。イケメンは好きか。イケメンは本当に好き。でもじゃあ推しできない。じゃあメンコ行ってもイケメンだってなるけど、推しにはならない。どうなんだろう、その分かんない、押すっていう男の人を押すっていう気持ちがまだ。ポストも痛くないですよ、私。うん、そうだから、そうハマっちゃ
ゃうのも怖くて行ってないっていうのもあるかもしれない。どういう気持ちなのか分かんない。でもあやが好きそうな男性は多分メンコンに働かないタイプ。確かにそうだね。あやとかショーは好きやなってるとさ、結構男って感じ。そうこの前さ、トワと動画撮った時に、どんな人がタイプみたいな聞いたら、あの、見せてもらったなんか、かっこいい人、俺と真逆のやつ持って、なんかドリンクを一緒に行ってみたいな。でも、メンコンとかさ、そういうタイプいないよ、あんまり。そうですよね。男みたいな人。だからアイドルとかもそういうあんまいないじゃないですか、そういう、うわーみたいなやつ。いないかも。LDH がちょっと、あんまないかも。確かに。みんな最近も綺麗だから。ね。脱毛して、ツルツルで。やべ、脱毛男子嫌で。嫌ではないけど、綺麗な人が多いなっていう。まあそうだよね。全然なんかもっと男らしくていいのになっていう。まあちょっとそういう人も用意します。お願いします。はい、ゴリゴリのあや用の。あや用意。そうです、やりたいことで言うとそういう。いいじゃん。やっぱ基本的にね、その表で何かやりたいよりは裏かもしれない。あ、そうなんだ。甘えてほしいな。ほら、いいね。友達やっぱめっちゃ応援するし。嬉しい嬉しい、友達嬉しい。友達がめっちゃ好きで、うん、友達超好きだから。友達愛すごい伝わる。で、そう、本当に友達とか家族とかめっちゃ好きだから、うん、めっちゃ応援したいんですよね、そういう。大切にしてるよね。マジ大切、本当に好き。すごいね、めっちゃいいと思う。友達多そうです。友達多い。いや、大事にしてるから。うん、食べた、美味しい。ありがとうございます。めっちゃお腹いっぱい。ね、ですよね。こちらもぜひ、あの、今あれ、なんですか、あの、アスネのポップアップもやってる。あれ、そっちのも、はい、これ持っていくとプリクラ無料で取れるんで。え、何ですか、え、おしゃれです。プリクラ入ってるんですよ、その亜生のポップアップ。すごっ。今が、今時、買ってください。え、いつまでやってんの。25日までやってます。え、これどこで、これマジ行くんだよな、こういうの、マジで。え、ほんと、すぐ近く。それこそ、アイムドーナツの隣。へぇ、友達、友達なんで、やっぱ友達なんで。頑張ろう。まあ、ということでですね、こんなもんで大丈夫ですか。あ、もう全然、もうありがたいです。あやのところ、ぜひ皆さんも来てみてください。はい、すごいカメラですね今更だけど、この広角のすごい広角。こんな広角じゃなくてもいいんじゃないっけあれ、ルマが入ってない。え、はい、ちょっと個人チャンネルは。え、そうなの。そういうコンセプト。実はそういうコンセプトで僕やってます。そうなんだ。個人チャンネルでは目がかけてないんですよ。いい、でも違和感ないでしょ。ない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 。そんなにむしろかけてる時の方が、うん、少なくなってきてるから。うんうんうん。でも、セーフィスでは基本かける。やっぱそういうね、変化を。そうです、やっぱプロデューサーとしてね。はい、やっぱ変化のギャップを出して。うわー、素敵素敵じゃあ、まあぜひ遊びに来てください。遊びに来てください。ごちそうさまー。バイバーイ。